皆さんこんにちは、みほこです。今日はこの2つ色の似ているジーンズで色が夏向けのジーンズをとスタイルの違うこの2つフィット感や形の違う2つのジーンズを比べて正直な感想を話したいと思います。こちらは先日購入したユニクロ C のワイドストレートジーンズです。もう一つがこちらもう私が何年も履いているシルバージーンズというアメリカのジーンズの形がスリムブーツなのでブーツカットなんですけどちょっとやや細身のブーツカットのジーンズです。今履いているのがユニクロ C の24インチのワイドストレートジーンズです。ちなみに上に着ているのは、かなり以前に買ったユニクロのおそらくメリノウールのニットだと思います。少し短めです。丈は短めです。では次に別のジーンズを履いてみます。トップスはこのままで別のジーンズを履いてみます。こちらがシルバージーンズのスリムブーツカットのジーンズです。でこちらの方が何年も履き慣れていることもあって正直自分の中では安心感があります。で先ほどのワイドストレートジーンズの方はもしかしたら自分がまだワイドパンツにワイドジーンズに履き慣れていないからかもしれないんですけれどもなんとなく日本での流行とは違うかもしれないんですけれどもこちらの方が自分の体型には正直合っているような気がします。でもこちらのワイドジーンズはコンパクトな丈であればコンパクトなクロップド丈などのトップスであれば結構なんとかなるんじゃないかなと思うので、で今後もいろいろ試してみようと思います。では一応念のために他のトップスでもちょっと着比べてみようと思います。でこちらのトップスはもう何年も前に沖縄にあったセレクトショップで買ったトップスです。多分ジョシュアっていう名前のお店だった気がします。それと履いているものなんですけど比較しやすいようにこの同じサンダルをずっと履いています。でこちらが、ユニクロ C のワイドストレートジーンズを履いた感じになります。ハイライズまでいかないけど結構ハイライズ寄りだと思うのでハイライズっぽいのでちょっと中にしてみたいと思います。うまくできるかな。で、ここは後ろになっちゃった。これはオーバーサイズのトップスではないのでこのワイドジーンズとワイドこのビッグシルエットのワイドジーンズと合わせてもそんなに違和感もなくこれなら私もあんまり気にせず出かけられるかなと思います。この色の組み合わせがいいかどうかちょっとわからないんですけどこういうシルエットであれば大丈夫なのかな。
ていう気がします。こちらがスリムブーツカットのジーンズです。やっぱりこっ履き慣れた感じがします。ただこのトップスを着るときはいつもあのパンツはこのジーンズではなくてもう少しダークカラーのデニムやジーンズや黒のブラックジーンズ、ブラックデニムなどを履いていることの方が多かったです。こちらは実は26インチだったかな、ウエスト26インチなんですけれど、私は腰張りっていうかここが張っているのでウエストのサイズでジーンズを買ってしまうとここがきつくなってしまうので結構ゆとりのあるサイズを買っています。ゆとりがあるんですけどもうスリムブーツのスタイルなのでそんなにあのダボダボしてる感じはないんじゃないかなと思います。こちらはあの先日の動画にも着ていたんですけれどもユニクロのあのユニクロCのシア感のあるブラウスを上に着ています。これは結構オーバーサイズというかビッグシルエットなのでどうかなと思ったんですけどここに真ん中こう入れてタックインしてタックインっていいのかな前をインして着るとそんなに違和感はないかなという気もインしてこのパンツを履いてる分にはそこまでなんか違和感はないんですけれども結構自分としてはなんかすごく膨張して上もビッグシルエットなのでこう下もビッグシルエットにしてしまうと骨格ウェーブの私としてはもしかしたら似合っていないのかもしれないという気もします。前を出してしまうと前を出してビッグシルエットのブラウスの前を中に入れないで出してこういう風に履いちゃうとさらになんかまあさらになんか大きい感じに見えちゃう。まあ実際ちょっとあのアメリカに来て早8年以上経ちちょっと前よりも体重が増えてしまっているのもあるんですけれどもでもそれにしてもなんかちょっと大きくなっちゃった感じがしますね。ではもう片方のジーンズを履いてみます。シルバージーンズのこのトップスさっきと同じトップスを着て合わせてみました。まだ少しインしています。自分としてはこちらの方が落ち着きます。こちらの方がなんか落ち着くって感じがします。多分上がビッグシルエットだから私の場合はかもしれないんですけれども私の体型で上がビッグシルエットだと下はそこまでビッグシルエットじゃなくて割と体にフィットしているサイズの方がいいのかなという気が正直します。もちろんあのワイドパンツに慣れていないからっていうのもあるかもしれないんですけれどもトップスによってはあの こちらのタイプのジーンズの方が私には合ってるのではないでしょうかと個人的にも思います。最後にこの違うまた違ったタイプのコンパクトなトップスを着てみました。
こちらユニクロ C の、ワイドストレートジーンズです。これだとやっぱり上がコンパクトなので、このジーンズでも違和感はないかもしれません。あとでも私は日本にいたら自分の年齢でこのトップスは着ないかもしれないんですけど、アメリカにいると全然違和感なく着れてしまうというスタイルです。では念のためにもう一つのジーンズも履いてみようと思います。こっちのジーンズだと、これがすごいローライズではないんですけど、ローライズ気味のミドルライズなのかな。なのでちょっとお腹が出ちゃいますね。ちょっとお腹が出てしまいます。多分日本にいたら絶対にこの格好で外に出ないと思います。全体はこんな感じですね、うん、今アメリカにいるからまだマシなんですけど、日本だったら着れない、日本だったらちょっとこの格好は厳しいですね。ちょっとこれは日本にいたら厳しいか、うん、このトップスに関してはもし日本で着るんだったら、さっきのワイドデニムの方が、この上がライズがもっとハイライズまでいかないですけど、もっとハイライズ気味だったので合ってる気もします。これだと完全にお腹が出ちゃうんですね。少し下腹部が出ます。で、2つのジーンズを履き比べてみた感想なんですけれども、そうですね、まあ正直に言っていつも履いていたこちらのスイムブーツカットのジーンズの方が、着ていて安心感はあります。多分履き慣れているからというのもあると思います。あと私の体型が骨格ウェーブなので、下半身が結構にボリュームがあるタイプなので、でもしかしたらのワイド、基本的にはワイドデニムよりも、もう少しスリム気味のジーンズの方が合っているのかなっていう気もします。でももしかしたらコンパクトなクロップド丈のトップスなどを着るときは、こちらのワイドデニム、ワイドストレートデニムの方がしっくりくるのかなという気もします。なんか違和感なく着れるというか、そう、トップスによってこのジーンズを履き替えていこうと思います。この動画をご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。またねー。